こんにちは。生物基礎、生物の体内環境。今回は内分泌系による情報の伝達と調節です。ホルモンとは内分泌腺で作られ、血液によって他の部分に運ばれて標的器官の働きを調節する物質のことです。脳下垂体、甲状腺、膵臓のランゲルハンス等、副腎などの内分泌腺ではそれぞれ特定のホルモンが作られています。生物基礎で学ぶ人の内分泌腺には視床下部、脳下垂体、甲状腺、副甲状腺、副腎、膵臓があります。脳下垂体には前葉と後葉があり、それぞれ異なるホルモンを分泌しています。甲状腺はチロキシン、副腎髄質からはアドレナリンなど、内分泌腺はそれぞれ異なる働きを示すホルモンを分泌しています。内分泌腺とは血液などの体液中に直接ホルモンのような物質を出す器官です。それに対して外分泌腺は汗腺、唾腺など排出管を通じて体の表面や消化管内に物質を分泌します。外分泌腺には排出管がありますが、内分泌腺には排出管はなく、血液中に直接分泌します。ホルモンは内分泌腺から血液中に放出され、標的細胞の受容体に結合することで作用します。内分泌腺 A から分泌されたホルモン A は標的細胞 A の持つ受容体に受け取られて作用し、別の内分泌腺 B から出されたホルモン B は別の標的細胞 B に作用します。視床下部から出されるホルモンは脳下垂体の前葉に作用して前葉のホルモン分泌を促します。脳下垂体後葉は視床下部の神経分泌細胞から出された物質をそのままホルモンとして分泌しています。甲状腺では視床下部からの放出ホルモン、その影響下で脳下垂体前葉から出される甲状腺刺激ホルモンの作用でチロキシンの分泌が促進されます。チロキシンが多くなると、それは視床下部や脳下垂体前葉にフィードバックされ、チロキシンの分泌が抑えられることになります。またチロキシンが少なくなると性のフィードバックとなり、分泌が促進されるというように自動調節されます。ホルモンとは内分泌腺から血液中に放出され、標的器官に作用して決まった反応を起こさせる物質です。人の内分泌腺には視床下部、脳下垂体、甲状腺、副甲状腺、副腎、膵臓などがあります。それぞれの内分泌腺はそれぞれ特定の働きを示すホルモンを分泌しています。多くの種類のホルモンを分泌する脳下垂体前葉、チロキシンを分泌する甲状腺、また皮質と髄質に分かれてそれぞれ別のホルモンを出す副腎など、内分泌腺ごとに特定の働きを示すホルモンを分泌しています。